皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやチャンネル登録もお願いいたします。4月4日月曜日、ひとときに一つずつという題でお話をいたします。まあ、世の中不器用な人もいますがね、器用な人っていうのはね、すごい器用ですよね。2つのことを同時にできる。まあ、例えば携帯を運転しながらね、携帯をやりながら運転する。まあ、ある時アメリカ行ってね、友達がねずっと携帯電話かけながらね、運転してんですよ。いや、やばいんじゃないの、いや捕まるんじゃないの、いや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 、アメリカではね携帯しながら運転してね、捕まるって法律ないんだよって。いや、日本ではね大変な厳罰になっていますからね。まあ、今現在は分かんないです。もうね、私が言ったの少し前のことですからね。まあでもね、結構ねやっぱり電話しながらね運転するっていうのは器用ですよね。で、私はねご飯食べながらね運転するってことを結構やってたんですよね。まあ、マニュアルの車でブーンブーンブーン、そして、落ち着いたところでハンバーガー食べて、またコカ・コーラ飲んでっていうね、まあ、そういうことをやってたんですけど、でもね必ずどっちか一つずつなんですよ、よく考えてみたら。例えばですね、東京スカイツリーとね、東京タワー2つ思い起こしてください。あの2つを同時に思い描けるでしょうか？多分無理だと思うんですね。東京タワー描いたときは東京スカイツリーは飛んでるし、東京スカイツリー描いたときは東京タワー飛んでいます。つまり私たちはですね、ひとときに一つしかできない。だから無理に二つをやるよりも一つに集中した方がいい。まあ、今の車はですね、マニュアルよりオートマチックが多い。そしてですね、もう右足一つでね減速したり加速できる、まあ、そういう車もね増えてきて、でそうするとですね、もうなんかね退屈なんですよ、運転してて。じゃあまあ、あの人にでも電話かけたいなって。まあ、もちろんハンズフリーでやるんだったらいいかもしれないですけどね、やっぱりねこう何かあった時、そういうことを考えるとね、ひとときに一つ。あの砂時計、大きなその砂と、そして下の部分と上の部分、そして細いところを通る、そこは一つ、ちょっとずつちょっとずつ押し込むんでもない、サラサラサラ流れ続けるように。私たちはですね、今という時を慌ただしくじゃなくて一つに集中して、サラサラサラっと生きるようにね、今そこに生きようじゃないでしょうか。まあ、今が一番最高、そしてなくてならぬものは多くはないとあります。マリアは良い方を選んだ。私たちは今一番やるべきことを選び、そしてそれに生きていく。皆さん、そこにね素敵な驚きの人生がある。もしかしたら素敵な出会いもあるかもしれない。今を神と共に生きていきましょう。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、この糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。神様はあなたを愛しています。その一つだけを思って感謝して歩んでいきましょう。今日の動画はここまでです。
素敵な一日でありますように。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。